せーの、どうもメイフェイスのリタです。リタです。北村です。というわけで今日は、はい、事件動画になっております。なるほど。事件、昨日の深夜にちょっと、はい、事件が起きたんですよね。ミッドナイトに、まあ、朝かもう朝の4時か5時ぐらい、うん、はい、そんくらい廊下からもうダダダダダダっていう音がして、はいはい、ダダ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 、そう、誰か来たんかな、それ。いや、どうなんだろう、なんかね、誰かが騒いでたんですかね。ね、もうね、尋常じゃない音だって。あ、そう、北村は聞いてたんでしょ。俺多分唯一聞いてて、もうドドドドドが長かったよ、だいぶ。あの、ドドンくらいじゃなくて、ドド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 くらい。いやね、これはもう落ちてるやん。いや、俺は知らんんですからね、その音を聞いてなくて。俺もね、聞こえなかったかな。結論言うと、あの、僕が階段から落ちました。あー、こういうことになりました。やっちまったー。しまったね。ちゃったっていう話になってくるよね。まあ、そうそう、どうしちゃったの。普通にしたら落ちないんだ、落ちない階段。まあね、いろいろこれもあるから動画にしてるんですけど、まずさかのぼること、僕たちショートたまに上げてるんですけど、その YouTube ショートでスーパーボールを1万個階段から落とすっていうドッキリをはい彼氏にやってかけられましたね。そっからね、階段っていうかそこがめっちゃ滑るようになったんですよ。そうなんだね、スーパーボールの粉みたいな。そうね、ついてる粉みたいな、ついてる。で、それを1万個やったら多分それが全部まんべんなく放出されて、マジでそう、ガチでワックスがけしゃべりになっちゃったんですよ。ホントに滑るんだよ。その滑った状態の日か、滑るな気をつけようみたいなことを言ってて、で、その日僕編集してた、朝までに。まあ、僕このお茶をさ常備するやん、常備してるやん、ケトルね、いつもケトルみたいな。それ切れたんや、編集しながら。よし、じゃあ下にお湯沸かし行くかっつって、それを持って降りてたら、忘れてて階段滑るっていうことがいつもでたったたって降りようとしたら、もう一発目からスカーって、このままケトルを守りながらスカガガ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 大きくてよかったね。だからデブでよかったなっていう。そう、打撲で済んでよかったな。足もその病院行って見てもらったんですけど、パンパンに腫れてんだけど折れてはないっぽいんで。なるほど。ただまあ安静にしとけよっていう。まあまあそうだね。そう、青飛んできちゃってるもんね。そう、パンパンなんですけど、襟が彼氏に巻き直してもらったりとかもして。そうですね。まあこういうことあるよね、階段があるとね。まあね、受けんのがついに来たかと、俺のドッキリへの天罰が。ああ、イコールね。ちゃんと仕掛け人の俺がスーパーボールでバーンって外してこうやってね、いつもみたいに楽しくウェーみたいなやった、その日にしっかり俺が落ちる。そうだよ。でも俺は死ぬ天罰が下るまで彼氏をドッキリはめ続けるんで、ドッキリね。その一番下までドーンってやって、ずっと5分ぐらいうずくまってた。息できない感じ分かる。うわ、背中打つとね。そう、息できなくて痛いのと、多分背中打ったから。で、声も出ないの。そう、だから静かすぎてさ、俺もドドドドドドは聞こえるんだけど、その後静かだったでしょ。そう、うめき声とか、うわーとか言ったら、俺も行くつもりだったんだけど、なんもないから、なんか物なのかなとかね。物が落ちた。なんか大丈夫だったかなって、俺もちょっと忙しくて、麻雀で。麻雀お前ダメだろ。そこで麻雀すんな。ケトル持ちながら、ここで一回、もう一回ここで10分ぐらい止まってた。へぇー、相当だね。ガチで痛くて。相当だね。そりゃいけよな。あーってやっと呼吸できるやつで、で、やば、落ち着いた時に、あれなんか親指めっちゃ痛いんだった、その時。最初はもうずっと背中だったの、痛い。いや、マジで、あれもう納得するくらいツルツルなんだよね、今ね。いや、そう、滑っておかしくないから、ちょっと再現も含めて、ちょっと行こうぜ。現場検証行こうぜ。現場検証、現場検証。そんな大層なもんなんだけど。目で分かんない。あ、分かるね。分かる。いや、もう、ツルツルだもん。ツルツル。ここですらこんなじゃん。うん。それが全部の階段がそうだ。そうなんや。そうだね。まず階段に全てスーパーボールが落ちてったから、そりゃここがツルツルになるわっていう。しかももう、スリッパもね、滑るしようなんやね、今もう。そうなんや。再現するわ、じゃあ。うん。再現、本人で再現。もうすっかり忘れてんのよ。頭にない、滑るなんて。よしっつって、ちょっとゆっくりやるけどね、公園から。で、まあ、こう降りたら、この辺から行ったね。
あ、もう、すぐ、あ、もう最高地点、最高地点一番怪我する。で、こっからゾゾゾゾゾってこの辺で止まったん一回。で、もうこういってるから全身打ってるんだよ、ここでさーん、こうやばい、落ちた、こうこのままこの辺から一回止まったけど止まらずにガガ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 で、ここで着地で、ガーン、あー、いた。で、ここで5分間です笑っちゃいけないんだけどさ笑っちゃうわ。これは笑ってくれもう、笑ってもらえた方がいい。その現場見たかった、見たかったか。次の日の朝はもうその話聞いて大爆笑したもんね。本当頭打たなくてよかったな、自分で思った。こんな顔いたら本当だよ、よかった。腹筋がまだ生きてるって思った。左蹴ったら持ってたからもうこれで。うわぁ、えぐっ。ガーッ、それ怖い。マジで気をつけてほしいっていうので、俺もさ、編集朝まで起きたから眠くて多分、ね、そうね、ぼーっとしてる時が一番悪いよね、だから、掃除しよう、掃除しましょう。これ意外とね、このツルツルがね、いろんなところに分散されてんだよね。そうそう、もうだって上もだもんね、スーパーボールなかったとこもツルツルだもん、今。そう、だからスリッパで連れてっちゃってんだよ、うん、ふきふきしましょう。お客さんとかそれこそ確かに危ない、俺は慣れてるからいいけど。危ない。最近この3人ダイエット部立ち上げてさ、ついこの1対1回がね、行われて、行われましたね。サッカーやりたかったからボール蹴りたいっつってね、サッカーやって楽しくてさ、またやろうなってなった矢先、第2回目を目前にしてこれなったんで、もうしばらく開催されません。そうなの。俺のサッカー友達が失敗しちゃった。俺縄跳びやるしかないからさ、いわばサッカー一人でリフティングぐらいしたんですよ。今日行く予定だったんだよね。今日行く予定だったんですけど、俺もう忘れてた気がしてるんだ。よし行くかみたいなこと言ったら、あれ怪我してるやん。俺無理だ。踏ん張れないから。困っちゃうな、サッカーできないの。え、でもワンチャンいける。踏ん張りたい。踏ん張って。めっちゃ無理しようとしてるやん。そんなに大事ないよ。いやいや、骨折とかじゃなくてよかったっすよ。本当によかったと。マジでどこも、多分打撲とかだけなんで、うん。丈夫だね。筋肉痛。丈夫だし、うまかったっていう。確かに確かに。うん。よかった。階段壊れなくてよかったね。そうだ。確かに。まあ、その辺からやな。いや、ここやば。やばいっしょ。それは忘れてたら行くっしょ。これはやばいな。マジでリタが落ちたから、あの俺とかも気をつけるようになったからね。そう、でこの辺もつるってるから。いや、そう、ほぼ全部ない、うん、いや、俺らは最悪いけど、お客さんが慣れてないから絶対行くわ。そう、ね、リタのかけらみたいなめっちゃ落ちてるわ。リタのかけら落ちてる。俺かけたりすんの。うわ、でもうぜえな。なんか俺実質スーパーボールにこれやられたみたいなもんだから。そういうことだね。悔しい。逆にもう一発やりたい。なんでだからもうマジでリベンジする。彼氏覚えといて。そう、彼氏ね。俺ならもう彼氏だね。次は俺もう何個か取るわ、挑戦。来たー来たなー、またー。で、俺そのままスーパーボール流しながら落ちてくる。リタがキャッチしてな、俺もスーパーボールより怖いわ。リタが落ちてくるドッキリ。あ、もう下は結構いいよ。ちょっと上上がってるか。あ、上がりやすい、上がりやすい、上がりやすい、やばい、めっちゃ上がりやすい、上がりやすい。こんな上がりやすいこんなストップ来るんや。悔しいね、リタね。悔しいね。悔しいっていう、まあ、報告でした。はい、みんな、本当にスーパーボール一番こう落とすときは気をつけてください。滑るんで。ないから。すいません、怪我はしてしまったんですけど、まあ、動画そんなね、俺らスポーツ系のとかもないし。まあまあまあ、そんな。まあ、大事には至らない。そんな影響出ないと思うんで。今ちょうどオフシーズンだから、野球も。余計やってんのという感じです。はい、気をつけましょう。マジ気をつけます。動画も一応こうには言いましたけど、なんかもしかしたらね、あるかもしれないんで、なんかいきなりね、怪我して回すかなって、どうしたってなるから、確かに説明してね。確かに。そうだね、歩き方おかしいからね。そうだね、今ビッコ引いちゃってるから。確かに。ということで、また明日から楽しい動画上がりますので、はい、お楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、というわけで、この動画がちょっとかわいそうかもって思った人は、ぜひ高評価とかコメントとか、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みんなもスーパーボール、まあ800個ぐらいまでにしとこう。